サラム、どうもチムです。ということで今回は僕が日本ランカー5位、寮内1位をかっさらったデッキを今回特別に紹介します。ということでもう早速いっちゃうんですけれども、そのデッキがこちら。このデッキ一言で言えば、バランス型デッキですね。もう少し具体的に言うと、相手の攻撃を誘発させて、そこからねカウンターにつなげるっていったねデッキです。簡単にカードの説明していきますと、まずね現環境ロコモーターが多いのでオパールアイシュ、これを採用して、ロコモーターだけではなく複数ユニットに対してしっかりとね対処できる、ユニットを積んでいます。で相手のね攻撃を誘発させるために、ニフラーであったり、浮遊爆弾を採用して相手の攻撃をね誘発させています。ということでね、こんなこと言ってもまだリリースしたばっかりなので、全然わからないと思うので、実際にね決闘クラブ行きながら、話していけたらなと思います。ということで決闘クラブ行きましょう。はい、ということでよろしくお願いいたします。ということで日本第16位の方ですね。で今ね僕のランク見たところ、日本第17位、そして寮内のランキングが1位から4位まで下がりました。まさかの寝てる間に下がりましたということで、ランキングなんてね、飾りということで、やっていきましょう。まずはニフラーを置いて、相手の攻撃を誘発させる。で、ここに出してきたら、ケンタウルス、こいつね、結構 HP が低いんで、メテオロジンクスでもしっかりとね、倒していけると。で、左のね、絵を描くやつ、あれ、魔力コスト、ニフラーみたいな役割、してくれてるんで、しっかりと怪物の本で倒しに行かないと、かなりね後々ピンチになるんで、しっかりとね倒しに行く。でやっぱりねロコモーター、これマジで現環境ねめちゃめちゃロコモーター多いんですよね。なんでそこに対しては、オパールアイシュ、この範囲攻撃で、合わせていくと、ですが、HP じゃなくて敵のねユニットに、ターゲットを取ってしまってるんで、これはもうローンを使わざるを得ない。これローン使わなかったらマジでダメージめっちゃ食らっちゃうんで、ローンを使ってカウンターの形つなげつつ、しっかりとね、怪物の本とかも合わせて、相手のね、呪文とかコストを割かして、こっちはね、ずっと攻め続けるっていうね、そういった感じで、OKOK。相手仲間カード出してきたね。で、これね、仲間カード出しても、こっち攻撃食らうどころか、さっきね、使ってた、キャラクターたちで倒してくれるんで、こっちにね、攻撃されることがないんですよ。ということは、つまり、リスクがね、めちゃめちゃないということで、ここはね、ゆっくり、戦っていくと。で、相手な、ロコモーターやから、ロコモーターいるから、オパールアイシュはしっかりと握った状態で、いつね、来てもいいように、しっかりと対応していく。こういう時もトロール出してしまって、エリクサー、コストないと思いがちなんですけど、しっかりとね、コストをさっきまでね、貯めておくことで、無駄打ちしないことで、オパールアイシュでね、しっかり対応できると。OK。で、範囲攻撃で倒していける。で、メテオロジンクスで奥のやつとかをね、倒しつつ、って感じですね。もうこのね、デッキ、呪文もめっちゃ強くて、本当にね、マジで、最強デッキなんじゃないかなって自分で思うぐらい、完成度高いんで、ぜひね、皆さんやってほしい。で、次、浮遊爆弾の話したいが、浮遊爆弾の話する前に、やられちゃいました。ということで、まずは1勝ね、ありがとうございます。ということで、第2試合目ね、浮遊爆弾の説明をしながら、2試合目行きましょう。はい、ということで、第2試合目、まさかの同僚対決ということで、よろしくお願いいたします。で、さっきね、言いたかった浮遊爆弾なんですけれども、このね、浮遊爆弾どういった効果なのかと言いますと、ユニットがね、今いるじゃないですか。いろんなね、地上ユニットであったり、対空ユニット、オパールアイシュとかですね。で、そういったね、今ユニットに対して爆弾をね、つけてあげられるんですよね。で、これね、爆弾がついたユニット、どういった効果なのかというと、移動速度がね、またアップします。そして、攻撃した時に、範囲攻撃が追加されて、で、プラスで、単体攻撃になってしまうと、ダメージが 50% 増加するということで、本当に出しとくだけで強いって感じですね。で、このね、浮遊爆弾置く設置場所もかなりね、遠い距離に、置けるので、ニフラーとかやとかなりね、近い距離でしか置けないんで、ニフラー置いてそこから移動スキルも使わないといけないんですけど、浮遊爆弾に関しては動かなくてもかなり遠くに設置できるので、そういった面でもマジで浮遊爆弾優秀ですね。で、しかも置いておくだけで
あの近くに来たユニットを、一応ね、攻撃してくれるので、そして範囲攻撃ということで、まあ、複数ユニットに対してかなりね強いですね。で僕のね、まあ、デッキ、このねオパーライシュドラゴンのやつしか、おそらく、範囲攻撃はないんですよね、まあ、呪文攻撃を除いて、オパーライシュしか範囲攻撃がないので、そういった面でもこのね浮遊爆弾で複数ユニットがめちゃくちゃ来てもしっかりとね対応できるような、デッキになっています。いやこんなねなんかめちゃめちゃなんかうまいみたいな、なんかうまそうななんか解説者みたいなんですけど、でも全然そんなことないですからね。リリース日初日にちょっとガチった感じの人だけなんで、今後ね多分おそらくこのデッキも、いやこんなデッキ使ってたんやみたいな、多分今後ねなってくると思うんで、もうそんぐらいね完成度はまあ現状めっちゃ高いって言いたいんですけど、まあまあまあ時間が経つにつれてね、まあ連動も上がるにつれ、まあデッキとかねもっと強いデッキがあるっていうことは分かってくるのはもう絶対なんで、まあまあ一旦ね、まあ、参考程度に見てもらえると嬉しいです。でも1週間後とかやったらね、もう環境とか多分めっちゃ変わってるんで、でこれ複数ユニットとか、爆弾を、冬爆弾をつけたら、このピクシーとか空を飛ぶ対空ユニットとかで、しっかりと攻めていくことで、もうダメージがねもうえぐいんすよ量がこんな感じでねもう瞬殺させることができるんでね、この調子でね第3戦目やっていきましょう。はい、ということでラスト3試合目やっていきましょう。いやちょっと待てよ、ラスト3試合目にふさわしいが第9位の人と当たりました。いやこれ勝って終わったらマジでめちゃめちゃ気持ちいいなということでやっていきましょう。よろしくお願いします。いやまず初手なんですけど、いやこの手札結構悪い。相手から攻めてないっす、攻めてきてくれたらこっちしっかりと対空で、対応できて、そしてカウンターもねつなげられるんでこれはありがたい。で冬爆弾にはメテオロジンクスってかなりね、いい立ち回りしてるよ今。で相手のね、ピクシーが来るんでこれちょっと厳しいが、オパール愛で対処するか結構痛いんでね。で、あの、ツボみたいなやつには、怪物の本出そうかな。で、しっかりとコスト把握しながら、やっていきたい。オパーライシュ、それ一発打ってくれたら、めっちゃ熱い。ナイス。怪物の本も、よし、倒してもらって、で、こっちはね、浮遊爆弾。結構コストの余裕があると思うんで、メテオロジンクスも打っちゃって、で、またニフラでコスト回収していく。よしよし。いや待ってよ、そこのインセンディオマジでやってるわ、ミスったな。いや皆さん注意してください、このニフラーと浮遊爆弾とかこういうなんか設置型ユニットに対して、結構近いところ場所に置いてしまうとね、ああいった感じでインセンディオとか、自分でまとめてやられちゃうんで、いやマジで気をつけてください。これちょっとやってしまったが、まあまあまあ、ですがこっちもねかなりアドが、コストの余裕が取れてるんでかなり余裕で立ち回っていきます。でオパールアイでかなりね、さっきサンダーストーム使ったと思うんで、このね、オパールアイシュ止めるのがマジできついと思います。あと相手対空ピクシーしかおそらくそうですよねいないと思うんで、でもピクシーってこの複数ユニットでやけど、まあ HP が低いということでオパールアイシュも一撃で倒せるんですよね。なんでここで畳みかけることができます。でしっかりとねニフラーと冬爆弾の位置を、しっかり確認しつつ、でまあこっちまだロンいるから、ロンいればもうあとはね OK、 ここロン使います。ここはねロン使って対応していく。相手もロン使ってきた。ですがこっちにはトロール HP クソ高いやつがいるんで、トロールでしっかり対応できるんで、対応していくと。で相手の HP もめっちゃ少ないんで、ここ畳みかけてメテオロジンクスとか打っとけば、しっかり勝利をもぎ取れるということで、いやいやいや、めっちゃ綺麗に勝てた。まあ、インセンディオが痛かったぐらいで、それ以外は多分、マジで綺麗に勝てたと思います。てな感じで、まあ、ニフラーとか、まあ、浮遊爆弾といった、まあ、設置型ユニットを、発動させて、で、相手のね、攻撃を誘発させてから、カウンターにつなげていくといったね、まあ、そういったね、デッキになっていました。いや、かなりね、個人的にも、バランスがね、めちゃめちゃ取れているデッキで、4時間半ね、生配信したんですけれども、まあ8割9割、まあ、9割ぐらいはねもう勝ててたデッキになっているので、ぜひね参考にしてもらえると嬉しいです。ということでね、これからもハリーポッター覚醒についての動画を上げていきますので、ぜひねチャンネル登録して最新情報を見逃さないようにしてもらえると嬉しいです。
またグッドボタン、コメントの方もお待ちしております。ということで最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画で会いましょう。